グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。あ、玄関の今度は脇の方ですか、工事をしているのは。ここにあの駐輪場を作ろうと思ってるんですよ。あ、はあはあ、今までは土のままだったんでしょうか。そう、土のままでドロドロのところに駐輪場があったんで、今度はこうコンクリートを打って、はい、まあ、コンクリートだけ全面だとちょっとあの殺風景なので、レンガで仕切りを作ってあのデザインしようということになってます。あ、なんかミックスされたレンガで可愛い感じですね。はい、オーストラリアの可愛いレンガ使ってます。あ、やっぱり土のままだったのでなんか建物も汚れちゃいそうですね。そうなんです、うん、でこの金具はサーフィンに乗っける自転車にとっつける金具なんです。あ、そうなんですか。わ、狭い敷地の中で奥の方に見えるのは電気屋さんですか。そうなんです、あのインターホンの配線をやってます。うちの方であのこういうインターホンの配線の電気工事なんかも全部自社でやっちゃいます。グリーンパトロール社長のカリアです。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。